も皆さん、よはばんざよ、はい、チャンネルはいです。ということで、今回なんですけども、カチュアグールね、使っていきたいと思います。まあ、このデッキなんですけど、ライフカラフルダンスで、このね、カラフルダンスの能力で、グールとか、ガイゼロロモノフ、そして、ドラゴンフレンドカチュアを墓地に落としまして、ミナクルリボーンで、これね、カチュアも補正できるんですよ。なんで、ライフカラダンからのミナクルリボーンで、ドラゴンフレンドカチュアを蘇生して、カチュアからドラゴンを踏み倒してカチュアの能力でドラゴンが出てきた時にターン終了時にお亡くなりになるんで最速でグールを出しまくってあとはまたねトワリューとかのスピードアタッカー付与でワンショットしていくっていうでもめちゃくちゃ最高のデッキになってますんでぜひね皆さん使ってみてください。よろしければね年内チャンネル登録者1万5000人目指してますんでぜひねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速ね試合の方に行きましょう。いくぞ。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さオープニングハンドなんですけども、カラフルダンス、ボルバルザーケークス、グール、ガイアールゼロ、プライマルスクリームでね、始まったオープニングハンド。まあ、お世辞にもね、ハンドはいいとは言えないんですけども、さあ、相手、キタトラ置いてきましたね。さあ、ガイアールゼロがダブっていきますが、ここでマナに置いたグールとか、まあ、あとね、ドラゴンフレンドカチュアとか、ガイゼロロマノフをマナに落として、カラフルダンスで一気に墓地を肥やしながら、ミナクルリッポーンで蘇生して、一気にワンショットするっていうね、めちゃくちゃね、楽しいデッキなんですよ、これ、本当に。なんで、意外とマナにはグール落ちてるんで、あとこのカラフルダンスが、どれだけ上振れるかっすね。さあ、相手これ、バイオレンスフュージョンかな。さあ、ヘブンとバイオレンスの衝撃。さあ、トップがボルバルザーキックス。これ、まあ、とりあえず、エクスキューズ見置くか。まあ、一旦これまあ、レインボーだし X 置いて、カラフルダンスでこれどれだけ上振れるかだな、この墓地肥やしが。カラフルダンスさ、あ、グール1枚か。ドラゴンフレンドカチュアが2枚いっちまったか。まあだけどこれでもまあまあ問題はないかな。本当はね、グール2枚いってほしかったんですけど、で次これトップでミラクルリッポーンとか引けたらかなり大宇宙ムーブではあるんですがさ、機械提督。デリンダーもね、フェアリーミラクルニューディビジョンに戻ってくるんでさ、ミラクルリッポーン。デリンダーもね、ニューディビジョンに戻ってきてくれること嬉しいんですけども、さあ、ロレツ神々ですが、さあ行きましょう。ドラゴンフレンドカチュア。ドラゴンの友達と言いながらね、勝手に踏み倒して墓地送りにするっていうね、もう、ゲスなんですけど、こいつは。さあ行きましょう。ガイゼロのマノフ。で、これ殴るときに、さっき唱えたミラクルリッポーンをね、もう一回使い回せるんで、でドラゴンフレンドカチュアの能力でガイゼロロマノフがお亡くなりになると墓地からグールがね湧き出てくるんでこれめちゃくちゃ強くないですか。これ本来ならねトワリューとかエクスとかね絡めてってワンショットできるとねこれめちゃくちゃ激アツな展開になるんですけど、まあ、今回はとりあえずガイゼロロマノフを使ってここで、ね、そうここでグールとかね落とせるとかなり強いんで、まあ、探索にはねなってしまうので濁る可能性は全然あるんですけどあとしても強いっすよねめちゃくちゃ。で、これでダブルブレイクしてさ、これトリガーがなかったら、もう基本的に勝ちなんですよ。で、ここでグール。2体蘇生ですからね。バカげた強さで、ね、本当に。こうすると、もう6マナで、なすすべないので、相手は。さ、5マナ使って、フェアリーギフト。ギフトで何がある？ギフト使って、キング。全然いいっすね。さ、ここに権限すると、一旦ガイアルゼロで、ミラクルリッポーン。これ、エクスか？エクス踏み倒す。打点増やしながら、マナ起こして、ガイアルゼロ出して、キングのロック解除しながら、ガイゼロロマノフとドラゴンフレンドカチュアで踏み倒す。完璧じゃないか。で、これミラクルリッポーンでもう一回打てるので、さあミラクルリッポーンの能力で、ドラゴンフレンドカチュア。これでトワリューとか、踏み倒せればめちゃくちゃ理想なんですけれども、そっ！何もなかったことにしようぜ。何も見なかった。何も起きていない。ドラゴンフレンドカチュアは7マナ3000のバニラです。はい。ところで、さあ、ドラゴンフレンドカチュア、もう1匹はしっかりとトワリュー踏み倒せたので、ここでね、一応、7コスト3000バ、さあ、もう何言ってんだ。3000バニラカチュアが、3000バジラって言うとしてはどんだけバジラ好きなのと。さあ、カチュアが、もうね、スピード、もう何言ってんの？カチュアがね、スピードアタックになってくれたんで、はい、もうろれつが回ってないんですけども、まあ、これデッキの強さ、1戦目からね、証明できたということで、対戦、あたしは
はい、ってことで対戦の方よろしくお願いグールといったところで、あ、ハンドはね、かなりいい。めちゃくちゃいいっすね。ライフで、あと体んだね。カラフルダンスが絡まった瞬間に勝つ。相手のデッキタイプ、ちょっと N が見えそうなデッキでかなり怖いんですけども、さ、ガローズホールからの2マナ使ってジャスミンティー。さ、みんなのために種をまいた結果が、さ、ボルバルザーケークス。マジで N が怖い。さ、プリンセスパワーでポーカーになっていくスタイル、ホンマスコ。なんでこれライフで、ララララライフで、トップグールっすね、マジで。トップグールじゃねえわ。トップカラダンスね。で、グールを置きながらのカラフルダンス。次のターンできたら、かなりの理想ムーブにはなってしまうんですけれども、果たしてなるか。まあ、ならなかったら、ドンマイ。トップが鼓動する石板。もう一番、世界で一番いらないんだけど、これ逆にドラゴンフレンド価値は素出しの未来かな。だけどね、墓地にグールが落ちていなければ、あまりにもね、このドラゴンフレンド価値は、フレンドというにはね、まだまだ程遠いんじゃないかなと。いや、その、でもまあ、N をね、まあ、どうなのこれ持ってんのか N。爆速でグールをね、墓地に落としちゃうと、爆速で N がね、出てこられた時に、あれなので、さあ、ボルバルザーク X の名のもとに。いや、これ、まあそうだね。次、X、ドラゴンフレンド価値は、が一番強いと思うので、ミラクルリッポーンね、本当はカラフルダンスとか打っての、最速でリボーンでね、カチュアを蘇生するっていう、もうめちゃくちゃマナ強いから、カラフルダンス打ってたらマジで世界変わるんですけどね。流星ホールで7マナにもならねえと。どんだけ強いんだよ、流星ホールと。NX さん、あんたはもう本当にハッピーセット。強いカードのハッピーセットなんで、やめていただきたい。で、これリボーンがね、本当に、ただのね、5マナなんですよ。これバニラなんで。ただただ5マナ消費するだけの呪文なんで、今。7マナ使ってここでね何があるんですかと。逆にもこれ勝利セット揃えられるんじゃない、もう盤面に。あー X、 いや強え、 X ってやってるわ。さあ未来へつないで、さあまだタップインして、さあやりたいことやったもん勝ちと。さあどんどん吸い込むな。上ここで N 持ってこられたらかなりしんどいんだけど、だよなと。だからフリータイムに勝ってこそのガチ勢デッキ認定書授与式に参加できる資格をね取得できるんで、はい、ただのバニラですこいつは。いやー惜しいね。ダブルブレイクの結果はめちゃくちゃダメだなこれ。さあ流星だけどこれね、やれることをやりましょう。エクス、あん、エクスでドラゴンフレンド価値はで、これで一旦、まだね、墓地は肥やしてないから、一旦ここで盤面全処理して、多分次確定で N 出してくるから、相手もハンドない、いや、N 出してくんのかな、これ。でも一応これで、いや、どうだろう。めちゃくちゃいいポーカーだね、それね。これ逆に N してほしいけどな。まあ、ハンティングじゃまだ程遠いか。ハンティングって1000だよね、確か。2000ぐらいしな。まあ、2000ぐらいしたらね、ギリ上から踏めたから。さあびっくり仰天ニュースで一旦ここで取って次 N 出してくんじゃないかなって思うけどな。どうだろうね。ここで N 出してきてくれたらかなり激アツ展開になる。まず N を吐かせないと、サーチされてるんで、まず N を吐かせるところから始めたい。うん、出してこい。俺は今ね N を釣ってるぜ、ザキラさんよとは。でも9マナ溜まったね。カラダンだね。カラダン。花よりダンス。一旦でもここは、絶対にとどめ刺されないようにして、一旦あと全部スピードアタッカーだね。これグール蘇生したときに、グールを全部スピードアタッカーさせるんで、一旦問われる準備しておきましょう。多分このターンで死ぬことないから。まあ、ドラゴンフレンドカチュアで、わー、何、あー、まあまあ、全然いい、これは。で、これで DNA とか仕込まれるみたいな、マジで、本当にスーパーハイパー上振りムーブとかされると、ゲロ出るんですけど、殴ってくんのかな、これ。これは殴ってきますか。ダブルブレッキングしてくる。ここからが本番だとは。
ここでガイアルゼロ。トップが石板。これもノータイム石板ですよ。で、これ一旦、ボルバルザーク。やばいな。で、マナ全部起き上がるから、カラフルダンスリボーンだね、これ。で、カラダンのね、落ち方にもよるんですけど、かなりマナが溜まってるプラス、さらにマナを肥やすので、まあ、グールがどれだけ落ちてくれるかはわからないんですけど、さあ、カラフルダンスで、さあ、まあ、結構落ちたんじゃない？で、これ、ミラクルリボーンで、カッチュアでしょうか。グールが 2？ え、でも、大、あ、でも、1、待ってね。で、ガイゼロのマナ、まあ、別に悪くない。てか、むしろ強いまであるな。でこれ出た時にまたグールとか落とせんじゃないか。あーまあ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 悪くはないと。別にガイアルゼロもね、殴る時にアンタッチャブルとかを、まあ、全然できるんで。でこれミラクルリボーンで無限に蘇生をしましょう。でこれまたドラゴンフレン、あーまあでもこれでもう一回グールとか落とせれば全然いいから覚悟しようと。あ、まあ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 落とせませんが、俺ね、ほんと探索濁っちゃうのがしょうがないですけども。でダブルブレイクして、ここで DNA とか引いた瞬間に終わりなんだけどもさ、援護区、はい。でこれグール出ますね。はい、相手クール忘れてませんかと。ありがたいね。これ X でこれ強いっすね。こっから勝てるんだぜ、あの場面から。でもね、これトリガー引いたら終わりなんだよね。トリガー引いたら終わり。はい、盤面取った方がいいのか。これ殴るときにまた蘇生できるんで、でアタックするときにまたいけるので盤面取ろう。そうしたらまあスピードアタッカーいなければいけるの でめちゃくちゃ強くない？でまたリボンでいけるからね。でこれで、あ、でも盤面埋め尽くされてるんであれなんですけども、強ない？こっから、あー、おお、トーマチになってしまいました。お相手し、はい、ジオブロンズマジック勝ちです。はい、キル出せませんが、いや、おお、トーマチです。まあそうだよな、絶対勝ち確だと思っていたところからの思わぬワンショットだからね。これえげつないよな。おい、殴れないって、おお、トーマチだから、えぐいておい、えぐい、応答待ちだから無限に殴れない現象に名前を付けたい。俺一生ガイアルゼロのテキストを見てないといけないって。あ、いけたか？ずっと固まってんだよな。なんでな。あ、いけたか。あ、OK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 。さあ、出番ですよといったところで。はい、ところで、ドラゴンフレンドカチュアでダイレクトアダック対戦。あたしゃ！はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、さあ、ドラゴンフレンドカチュアライフライフカラフルダンスでね始まったポーカーなんですけど、まあ、ライフカラダンかな、このハンドだと。さあ、母なるデーチ、さあ、ボルバルザーク X の名のもとにライフかな。でここでグールとか、まずまずそこら辺のね、クリーチャーが落ちてくれるとだいぶ強かったんですけど、まあ落ちなかったんで、まあ次の体の上振れを狙うしかなさそうではありますが、闇マナがね、落ちてほしいっすね。で、あとミラクルリッポーンとかを早めに確保したい。さあ、相手はまたまた NX かな。多いな、本当に。これオールディビジョンなんですけど、オールも NX が多いっすね、思った以上に。さあ、これは一旦もうカラフルダンス行くしかないっすね。ここで上振れなければ、うわ、結構いいのいったんじゃないかと思いきや、もう暇穴が消えた。暇穴が消えましたね。で DNA スパーク4マナ使ってジャスミン、さあ種をまきましょうと。さあ、トワリュウ、相手何デッキなんだろうね、これね。さあ、ミラクルリボン引けたけど、一旦これ X 置くわ。で、次にリボーンで、まあ、でもこれ最速でカチュア出した方が良かったかな。でもね、グールとか落ちてないから、ここで最速でドラゴンフレンドカチュアする意味ってあんまないんすよね、ぶっちゃけ。ないんすけど、もうするしかなくなったわ。あ、だよね、もう、グールがね、落ちてない時の、
最速ドラゴンフレンドカチュアはただのドラゴンフレンドカチュアなん でここで X とか持ってきたとしても意味ないんですよね。つらならないんで7マナないので、一旦これガイザルロマノフで無理やりグール落とすしかないっすね。覚悟してもらって相手に。オッケーオッケー、よかった、探索に来んなかったね。でこれで一応盤面を広げられるので、で殴るときにもう一回リボンを打ってガイザルロマノフ打ってまたまたグール落として、ドラゴンフレンドカチュアの能力でまたまたグール蘇生して、次素出しかな、ハンドのドラゴンフレンドカチュア素出しして、まあトワリューとか X 踏み倒した勝ちかな。いや普通に強いなこのデッキ、やばいな、バグってんな、タラッと言ったけどバグってんな。あーライフライフ、相手のトリガーもバグってんな、これなえぐいな。さあライフライフでさあチャイルドチャイルドトワリュー、さあ覚悟してもろうってさ、グールグールですけど、よかったね相手の N が来る前に、まあ、N 入ってるデッキタイプか分からんけど、さすがに入ってそうだけどね。入ってないのか。と緑と光の3色デッキっていうのはなかなかにね、あんまり今の環境見ないので、水入ってそうですけどね、入ってたわ。あぶねえ。N の前に行けたわ。さあ、我が名の元に。まあ、ここで N 出される分にはありがとうまであるんで、さあ9マナ使って N。全然いいっすね、これは。もう盤面で打点は揃ってるんで、逆に、ハンドを潤してくれるこの N はクソありがたいわ。で X でジャスミン、トワリューとか出したいっすけどね、カチュアとかからね。あー難しいけど、もうさミラクルリボーンだから墓地はありませんよと。ここで9マナあったらよかったんですけどね。一旦もうこれは X か X0 ガイゼロかな、 X ガイゼロロマノフで行くしかない。未来へ繋いでって、あでもこれ体んでもう一回グール落とすのもありか。あまあまあでも墓地こやせたけど感があるね。ミラクルリボンとか落ちなかったのか、だからミラクルリボンマナに置けばよかったのか、マナに置いて体打てばよかったのかな。あやってんだ俺も、これでっきね無限にやれること多いから普通にプレミアしたけど、まあ打点は足りてるからいいか。ゴリゴリでプレミアしちゃったけどね。殴ってかな、ダブルブレイクで、あとはあれがなんかトリガーがなかったらも基本的に勝ちだから、 DNA 3枚見えてるからね、多分もう大丈夫だと思います。対戦あとしよう。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さオープニングハンドなんですけども、強いっすね、これめちゃくちゃいいハンドだわ。今世紀最大にいいハンド。グール、体ん、次石板打って、体ん打って、グール落としまくって、ミラクルリボンっていうね、めちゃくちゃ最高のムーブメントができそうなんですけど、さあ特攻人形ジェニー。これで俺、鼓動する石板落としたら切れる。あぶね！マジでね、これマジ切れ案件でしたからね。いや、そのね、よかった IQ2 で、相手の特攻人形マジで。いや、これ、あ、でも自然丸なくなったのか、うざすぎ、うざすぎる冷静に考えて、うざすぎ。あー、特攻人形ジェニー、IQ5 万あったわ。ごめんな、IQ2 とか言って。5万でした。IQ5 万ジェニーでした。名前変えた方がいい。特攻人形ジェニーじゃなくて、もうやめて !IQ5 万ジェニーに変えてくれ。これミラクルリボン落としてきたらって言おうとしたらうんち。あ、もう、最悪や。もう急転直下のゴミハンドになったわ。あんなに神ハンドからデーモンハンド、ハンドだけに行ってね。はーい、ゴミハンドだけに、しびれ足だけに、もう本当に助けてくれ。マジ何言ってか分かんない。あんなに理想ムーブだと最悪なんだけど、もう切れそう、すべて炎のすべてをそこに置いてきた。マジでゴールドロジャーもびっくりするって。それはマットロックチェスターもいい、親の顔より見たって。そのマットロックチェスターえぐすぎます、本当に助けてくれって。いやだからこれドラゴンフレンド価値は出してかな。さ闇のオーダーで無理やり墓地を肥やしていくスタイル、ほんまそこって感じかな。さミラクルリッポン蘇生したいものもないね。ユーは何しにハンドウェイって感じ。さ来て来てと。いやマジでマットロックがあまりにもうざいっすね。強い。でもこっからまたまたトワリューとか持ってきて、いやでもトワリュー持ってきてもあれだから、
あ、でも全部スピードアタックになるからね、ドラゴンフレンド柏が。最強の動きを見したかったな。ここでもうワンショットするしかなかったんでね、希望は。まあだけどまだね、墓地もそんなに5枚しか超えてないんで、こっから殴っていければワンチャン勝てる世界線はね、無限にありますからね。で、これで、これってさ、覚醒後とか出ないのかな、裏返しとか出ないのこれ。7丸とかあったけど。あ、出ないんだね。あ、じゃあまあ時間が短い。さあ、喧嘩していけ。闇のオーダーと。で、これいったんじゃない、これ押し切った臭いっすね。変化のマットロックも押し切れますよ、このデッキは。さあ、トリガー発動で、いや、地獄門デスゲート。価値は破壊された時にゲーム外からグール5万体出すみたいな隠し能力持ってないですかね。で、親の顔より見た特攻人形ジェニー。山札6なんで、あ、じゃあ山札6じゃねえわ。墓地6なんで、基本的にこのターンマットロックは飛んでこないと思いますね。いや、飛んでこないね。俺の墓地6でしょ ?12 でしょ ?7 でしょ出てこないよね。20マナだよね。20マナでしょ ?12 でしょ ?1 マナ足りないか、妖怪。あ、足りないんだ。計算合ってる。まあ、出てこないね。オッケー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 。めんちゃ買ったか、これ。あー、めんどくせえ。全世界共通でめんどくせえな、マットロック。こっから返されるとか、まあ強い。いや、でもドラゴンがね、いや、これトップドラゴンフレンド勝ちよとか、ミラクルリボンで勝てると全然。あー、すんごいんだから、ほんとに。ミラクルリボンだね、これ。あ、さっき置いたミラクルリボーンが、だからさっき特攻人形、ジェニーとかに出されてるから、あんまり、本当に抱えてたとしても破壊されていた世界線はあったと思いますけども、いや、マジで強え、マットロック。マジで一生勝てる気がせん、マットロックには。え、だけどまだ全然あるっすね。相手は本当に墓地が全然超えてないので、あ、ほらね、こういうのがあるから、まだわからない。で、破壊されたらグル無限出てくるから。で、僕ね、山6枚、山じゃない。シード6枚あるんで、ワンショットはされない気がする。でも、これ有効トリガーあんまねえんだよな、このデッキな。なんかあったっけかな、打点止めるようなトリガー。結構フルパワー構築にしちゃったから、もう出るよね、マットロックね。マットロックテスター。そして、リバイブホール。マジでマットロックやってんな。強すぎるんだけど。本当に言ってんの？こんなにぶん回って負けんの？社長こう、まあ、ぶん回ってるわけじゃない。いや、特攻人形に全部のゲームプラン破壊されたんだけど。本当に2マナと言ってね、侮れないっすね。だからグール3枚落ちてるから、これワンチャンある。ワンチャンあるよ。ワンチャンスつかもう。ライゼロロマルフで、覚悟してっつって、これグール4体目落として、こう殴って、これミラクルリボーンでワンチャンあるんじゃないこれ。あるね。いや、これさ、トワリューとか出してくんねえか。ただな、来た勝ったわ。甘いよ、スイート。マジでいい加減にしてくれ。さあ、ぶん殴って、